今日は堀の後ろ、5選手赤番のホームに出まして、5番の堀が4番手から進出開始、4番の船田をめがけて位置を上げていきます。まだ誘導は残ったまま、5番の堀が4番の船田を抑えましてバックストレッチへと出ます。3番手に引いた4番の船田博文、3番の藤田は終始中部近畿勢を追い続けますが、ここで内へとフォースを上げてきました。3番の藤田が切り替えまして3番手、群馬勢の直後に位置を取った3番の藤田、しかし4番手からもう一度巻き返していく4番の船田博文、5番の堀が牽制しながら回りまして、両者ホームストレッチでもがき合う展開になりました。前の4人集団となって5番の堀が先頭、4番の船田博文はさばかれ加減、2番の梅山、群馬勢先頭2番手を守り続けまして、そこへ切り替える1番の大井博俊、3番手になりました。あとは3番の藤田が5番手から4番手を伺っている。さあ前はかかりきったが5番の堀かすまさ、追走2番の梅山、3番手4番の船田博文がもう一足を使って追い込んでくる。さあ群馬勢に4番の船田博文、2番の梅山秀樹、梅山秀樹が合輪、1番の大井博俊、最後空いたコースからついて